こんにちは、デリッシュキッチンです。ツナつくねを作ります。大葉5枚は軸を切り落として粗みじん切りにします。ポリ袋を用意し、はんぺん1枚を入れて滑らかになるまで揉みましょう。水煮のツナ缶1缶は缶の汁を切ってから加え、大葉と卵1個、片栗粉大さじ1と塩少々を加えてさらに揉み込みます。ポリ袋の先端を切り落としましょう。サラダ油大さじ1/2をフライパンに広げ、種を1/6量ずつ丸く絞って形を整えます。中火で熱して2、3分ほど焼き、表面に焼き色がついたら上下を返して3分ほど焼きます。酒、みりん、醤油それぞれ大さじ1を加え、とろみがつくまで煮絡めて完成です。以上、デリッシュキッチンでした。